福岡競馬芸人対抗目指せ競馬中継来ました。あ、また来ましたね。第2週目、はい、まずちょっと自己紹介させてもらいましょうか。あ、どうぞどうぞどうぞ、はい、福岡吉本3年目ベングルーの豊島と言います。お願いします。僕の大好きな馬はウォッカなんですよ、はい、あの印象の残ったレースね、2008年天皇賞秋、ウォッカ対ダイワスカーレット対ディースパッディープスカイあれ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 続きあれあの前回ね、今日も不良ですか、まあ、新馬戦っていうことでね、かかってたんですよ。今日もかかってます。落ち着いていきましょう、はい、落ち着いていきましょう、はい、あのね、僕の大好きなレース、2008年天皇賞秋、ウォッカ対ダイワスカーレット対ディープスカイ、こう三強と言われたねレース、これウォッカが2センチの速さで勝ったんですよ。ここから僕ウォッカが大好きで、何も入ってない。ウォッカね、はい、大好きなんですよ。豊島改め豊岡でこの YouTube チャンネルはやらせていただきます。お願いします。ラクバしとる、ラクバしとるよ。この YouTube チャンネルでおなじみトルフェーブルです。お願いします。この YouTube 内では淳田ごっこでやってます、僕の、競馬やる上での座右の銘は的中率より回収率。よろしくお願いします。まあ、かっこいいの出たね、はい、今週の MC もちょっとじゃんけんでね決めさせてもらっていいですか。いやでももうでもなんか MC やりたがりの衣装で決めた、それだけちゃんとしてます。いやだって競馬といったらだって何ですか、あなたたちのこの格好。競馬場に行く気持ちで来てます。そうやって競馬って言ったらね、紳士のスポーツですよ。見たことあります？知ってます。いや俺ほら素人黒でまとめてきましたけ ど、いやまあね、これブチ子をイメージしてきました。ブチ…ブチ型ないよ。判定ないよ。判定ないですけど僕もほら3枠と4枠を意識してきました。どういう感じ？色だけやん。3枠と4枠、まあ、いいですよ。そんなことよりですよ、豊島さん。そうね、はい、MC じゃんけん、まずバリカン入れます。なんでって俺、まだ違うよ。何も持ってきたんだよ。確かに、ソダシ負けたら、負けたら、負けたらって言ってましたね。一着だったら坊主って言ったよ。え、いや、負けたらって言ってますよ。言ってないよ。ソダシ一着だったらやったや。あのまあ練習やったら今日もほらもう MC やってください。練習やったら練習やってください。この企画はですね、先週からも始まってるんですけど、4週12月に行われる日曜日の G1 レースを3人がそれぞれ予想してその収支で競います、はい。収支がトップだった方は2022年冬の小倉競馬開催の競馬ビートに出演できます。よすごい、嬉しい。それは、ね、ありがたい。夢見てた舞台ですからね、はい、これはね、ぜひ馬券で勝ってね、はい、出場権を勝ち取りましょう。いやまずライバルですからね、はい、ここはもう、はい、敵です頑張りましょう。ということで、はい、まず先週のチャンピオンズカップ3人の予想、はい、どうでした？あ、僕こうでした。3連単と生まれ、先週の VTR こちら。ソダシも買ってほしいんですけどね、買ったら坊主ですからね。絞り出しました、お金を。7番のサンライズホープがちょっと体重が結構増えててちょっときついんですけど、頼む。スタートしました。まずまず揃ったスタート、ソダシもいいスタート、そして帝王ケインズもすんなりと出ていきました。ケイティブレイブは後方から、8番のスワーバーラビスの後ろからです。ダノンからは後ろから、ね、さあソダシが行きました。ソダシが行く、そしてインティが2番手、7番のサンライズホープが3番手、その11番アナザートゥルースです。逃げてますやん、ソダシ。白毛馬のソダシが花を奪いました、2コーナー中間点から2コーナーカーブへと向かいます。ソダシの逃げです。めっちゃ逃げとる。馬場を突き放しています。白毛の馬体、ソダシが先頭、そして2番手にインティです。向こう上面に入っていきます。3番手、7番、サンライズホープ、その後はアナザートゥルース、内2番のカジノコンテンです。今日は控えます。
帝王クイーンズが前から5番手で抑えて3頭となっています。いいです1番エアスピネル、外からクリンチャー、間9番のオーベリンです。9番もやばい。あとは中和ウィザードは中段、いやいや前と言ったところ、あとはカフェファラオもこの位置、その後は馬群2馬身ぐらい切れました。後方集団15番の名将ハリオ、1馬身差でサンライズホープ、内に8番のツアーバーラミス、後方2番手に10番のケイティブレイブ、最後方から14番のダノンファラオです。残り800の標識通過 1000m 1分1秒4、ややスローのペースで残りの標識が1分1秒です。素晴らしい、ちょっと応援するけど大丈夫だよ、早い、大丈夫だよ、あっと素晴らしい、今日も伝説を素晴らしが落ちてった、ナイトアップ、予算は400の標識を通過、しかし先頭まで変わって、帝王ケインズ、帝王ケインズだ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 、帝帝王ケインズは帝王に名乗りを上げた帝王ケインズ、生まれは当たりました。強っ、いや素晴らしかったよ、素晴らしかったけど、いやインティ惜しかったなぁ。いやでもこの坊主は逃れたっちゅうことよね。うわぁ、2人当たってんのかな。ということで澤さん、まずおめでとうございます。まず生まれんが613できまして、はいはい、610円つきましたもんね。そうですね、はい、ということで、はい、澤さん2000円買って、2000円買ってました。1万円がまず12200円、12200円で、僕がこう1000円買ってたんで、6100円、はい、で、田中さんは、田中さんはこれ持ってきたんですけど、悔しすぎて、うわ、買ってたんですね。え、てかお二人本当に買ったんですか。買いました、俺携帯でちゃんと買いました。買ってましたよ。本当っすか。買ったやつ送ったもん、俺ちゃんと、マジ自腹っすからね。いや、みんな自腹よ。1万円マジきちいなと思って、きつすぎ、絶対当たると思ってました。マジで、いや大丈夫、1万円大丈夫じゃないですって。いや、そうよね。いや、だ俺もね、あの娘が急に冬、あの塾に行きたいって言い出して、はいはいはい、塾ね、2万円かかるんよ、冬の。こっからまだ3万円いるわけやろ、はいはい、5万円生活苦しい俺どうしよう、全部落ちがない落ちがない今どうしよう、けど噛むとこでしょ今の。そう噛む以外もう落とせない大丈夫、あの1万円軍資金にしていくけど、俺は減ってないんで。そうね、はい、今回大丈夫ですよ。いやでも次まではいけるんですよ、給料今日が給料日なんでバイトのね、はい、あ、はいはい、だから1万いけるんですよ。なるほど。でこれ次の今日予想するレースで当てれば、うん、もう残り2周は余裕です、うん、なるほどね。ただ次外すともういよいよちょっとなんかいろいろと、一応もう崖っぷち立たされていると。はい、あなたですよ崖っぷちに立ってるね。はい、じゃあ今週の予想、G1 阪神ジェネナイルフィリーズです。フィリーズ、はいはい、2歳女王を決めるね。そうですね、阪神 1600m ですよ。はいはいはい、ですこの傾向、さあ君言えます。傾向、うん、傾向、うん、あの日記とか書いた時、傾向ペンや、ね、あ、これ傾向ペン線引くやつ、線引くやつ。いや、こうね、はい、2歳女王決めるのすごいねそう、スーッといけるね、よくすごいな。いや、これね、2020年、去年はね、ソダシやったろ。ソダシ、その前の年、2019年、レシステンシア、レシステンシア、はい、で、2009年に上るとアパパネ、アパパネ、その前にね、ブエナビスタ、ブエナビスタ、これもうそうそうたるメンバー買ってきてるレースなんですよ。はいはいはい、はい、今後のクラシックを担うようなね、来年のね、女王に決めるんですよ。はいはいはい、このレース、はいはいはい、どう予想していきましょうかね。なおかつ僕はこのレースで、彼女になってくれる人、馬を探します。今後応援していく馬を探してます。あ、まあね、探そうかなと。あ、まあ2歳女王やし、ね、そう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 、若いね。ラッキーライラックいるじゃないですか。あ、ラッキーライラック、ラッキーライラックもここで目つけて、うん、エリザベス女王杯と大阪杯とお付き合いさせてもらったんですけど、うん、ラッキーライラックは妄想やん、そんな、いい女でしたよ
いい女でした。いい女でした。勝たせてもらいました。勝たせてもらいました。ああ、馬券でね。逆にレシステンシアさんは、近々、最近別れました。はい。振られました。その馬券を買って、大負けして。外れたっていう。はいはいはい。なるほど。だからこのレースでも、俺その、俺の彼女になってくれる馬を探します、うん、なるほど、はい、本命、まあ、これは本命です。あの割とね、うん、人気馬が勝つんよね。そうですね、硬、ね、いと言われてますね、うんうん、今週も僕から、はい、はい、先週ね、穴馬かけ忘れて外したんでね、はいはい、今回ちょっと手広くいかせてもらいますよ。勉強して僕の本命16番ベルクレスタ。ベルクレスタでね、今回ね3連複フォーメーションで行かせていただこうと思ってるんですよ。はあ、ですね、16番ベルクレスタから、はい、1、8、10、11、17、おう、うん、そして、3番目にこの9頭ね、はい、ほぼ流しですよこれは。ほぼ流し、ほぼ流し、おうおう。でこの16番ベルクレスタ、新馬戦負けてはいるんですけど、はい、この1着になったセリフォス、はい、めちゃくちゃ強いんですよ、はい、2戦目、セリフォスの2戦目、新潟2歳ステークス勝って、でその次もデイリー杯勝ってるんですよ。めちゃくちゃ強くて、はい、まあ、今回ベルクレスタ本命にして、はい、でちょっとね目をつけてもらいたいのがラブリーユアアイズなんですよ。ラブリーユアアイズ、この馬ね、11番、この馬名前すごくなんかちょっと気づくことないですか。ラブリーユアアイズですよ。ラブリーユアアイズ、また先週のえ、サインが、いやサインはね、サインはちょっとねあれ外れたもんね。あの中和ウィザードイが小さかったやん。イが大きかったらね勝ってた、勝ってたよ。でラブリーユアイズ、はい、僕ね血統調べたんですよ、はい、これロゴタイプとロゴタイプ、オープンユアアイズの間の子なんですよね、はい、ユアってね僕の娘の名前と一緒なんですよ。あーですね、ラブリーユアアイズ、はい、で僕の血統もこれ調べたんですよ。僕の血統？ね、自分の？僕ね、高雪グリーンとね、高雪グリーン、絹代タイプの間に生まれた子なんですよ。豊島周平は。高雪グリーンと絹代タイプ？はい、でこのちょっとなんだろう、このプライバシーの侵害上ね、ちょっと見せれないですけど、その何をですか？この間に生まれた子がこのラブリーユア豊島なんですよ。何それ？え？ラブリーユア豊島、ラブリーユア豊島ですよ、うちの子は。っていうことで僕このねラブリーユア豊島、はい、なんで軸じゃないですか。そこまで準備して相手の一頭をめっちゃ詳しく言われて軸でしょ。ラブリーユア豊島の熱量なのジェフレスタで生まれんも1000円買ってね、あ、生まれはで勝負したいと思います。はい、どうですか。すごいな、はい、だから1着に来るとも予想してるってことですね。そうです、そうです、生まれにしたってこと、はい、ということで僕の予想はこちらですよ。じゃあさあさあお願いします。はい、はい、すいません、なんか落ち着いていきます。これです。ナミュールと、サークルオブライフの3連単軸2頭マルチで相手が1、8、11、16、18ですと、3連単フォーメーションで、サークルオブライフとナミュールの1、2着固定と1、2着固定3着に、相手のことを流すのと、サークルオブライフとナミュールの1、3着固定に2着に相手のことを流すフォーメーション計1万円で勝負します。いっぱい買っとんね。すごい、はい、いっぱい買いました。本命は、本命はこれ本当はナミュールです。あ、ナミュールね、はい、ナミュール、これは俺の彼女になってくれるであろう馬、一番人気、はい、人気、これナミュールですね、うん、1600m の持ち時計が一番いいんですよ。あ、この今回出てる馬の中で、はいはいはい、で姉妹の足も確実に使えますし、調教の最後の一波論がめちゃくちゃ切れてたんですよ。33秒、ね、めちゃくちゃね、前走でしょ、うんうん、この調教の一波論の足にちょっと一目惚れしまして、はいはいはい、もう上に乗ってる人がゴーサイン出した瞬間もバッていった、あの瞬発力、うん、そこにかけたいと思います俺は。なるほど。で対抗が、まあ、サークルオブライフですね、うんうん、これはまあデムーロですし、はいはいはい、やっぱそのこのナミュールの騎士もクリスチャンデムーロじゃないですか、はいはいはい、だから兄弟で来てほしいなっていう俺の願望だけ。デムデムで、デムデム兄弟で、なるほど、
俺は今回はデムデム兄弟に託します。なるほど。はい、で俺もちゃんとラブリー岩豊島入れてますね、相手に。あ、これもう当たったね。当たりました、うん、ありがとうございます。でもこう、まあ、デムーロ兄弟、はい、今回ちょっと注目してほしいのでも武豊さん、はい、はい、あ確かに確かに、大城さんの、まあ、兄弟ね、ま、こっちもあるよ。そっちもありましたね。はいはいはい、はいはい、これも気になる。勝ってる？いや、勝ってないです。ちょっと一番人気予想されてるじゃないですか。で、新種オーバーだし、ちょっとまだ俺の中の信頼度がないですね、うんうん、なるほどね。確かに。あと調教もあんまりいいようには見えなかったっていう、まあ、調教の差は、はい、調教の差からしたら、うん、で、一番人気だからまあ、来ない方が美味しいなと思って。なるほどね。この2頭も多分人気すると思うんで。そうね、17、まあ、5万人気以内には2頭とも入ってるよね。だから一番人気はちょっともう泣く泣く切らしてもらったっていう。今回生まれんは勝ってない。生まれは勝ってないです。もう3連単だけで。3連単で勝負に行くと。はい、なるほど。これどっちも当たれば400円つくんで、3連単で。でかいね。これでかいかなと思って。ああ確かに。これで勝負します。はい、わかりました。じゃあデミキン田中さん、また先輩たちがいっぱい選んでますわ多いでしょ、この2人の予想。予想って言ってるんですか？いいやろ。まあ、僕もでも今までの中ではちょっと多い方ですね、うん、僕は生まれん一等軸でサークルオブライフからこの4頭に流してます。増えとるやん。1.2500円。この間男気あったのに2通りだったのに4通りにしたね。4通り倍にしてみました、うん、前回みたいなことが起きるんで、うん、しかも2通りじゃないですからね、前回は、うん、こいつは飛んだでも終わったじゃないですか、うん、それがあるから、まあ、こいつこの10番をなんで軸にしたかっていうと、うん、僕が前回最初に言ってた好きな馬はエピファネイアって言ってたんですよ、はいはいはい、エピファネイア3区なんですよ。確かに。でエピファネイアこの阪神1600結構いい得意な距離で、うん、でこの相手は、まあ、こいつが一応エピファネイアなんですよ、6番。あ、6番もね。めっちゃ人気ないですけど、もうエピファネイア、一応兄弟対決みたいなこと、兄弟決着みたいな。めっちゃつくと思います。タナザウリング。はい。え、そうっす。大人気でしょ、一番大人気じゃん。今のところ一番最下位。小さいイが入っとるね、これね。知らんよ、それ。それ忘れてくださいよ、それは。で、あと、この1枠3枠っていうのが結構いい成績を収めてるレースなんで、まあ、この2頭最内のナムラクレア、うん、こいつはまあね、いや浜中さんだからちょっと勝っちゃったっていう相手で、はいはい、でまあ、はいはい、本命がここら辺ですね。結局もう11、あ、勝ってるわ。ラブリー豊島やラブリー豊島行ったわ。勝ってるわ、勝ってるわ豊島。当たったね。でここはもうないものとして考えてる。応援せろよそこは。豊島は。いやいやいや、買わなくなったら買いますわ。で最後こいつ。ナミュール。ナミュールね。ナミュール。まあこんなシンプルでこれで僕は行きます。なるほど。いやこれ全員当たるっていう可能性もある、ね。ありますね。今回も。今回はか。まあ今のところトップはサー君や。はい、ビビタルトップですけど、まあ、まだ分からんもんね。まだ全然分からん。全然分かんない。当たれば全然やしね、はいはいはい、確かに確かに、はい、なんか言い残したことないですか誰が仕切ってんのってことですね。それぐらいですね。誰が仕切ってんのぐらいです。未勝利を脱出したい次につなげよう。はい、ということで阪神ジュベナイルフィリーズは、はい、12月12日日曜阪神11レースです、はい、来週の動画でも結果発表しますのでお楽しみに。楽しみに。お楽しみに。